夏休み期間中も交通安全の意識を持ってもらおうと、福島市などが交通ルールの徹底を呼びかけました。福島市曽根田町で交通安全を呼びかけたのは、市の職員やボランティアなどです。県警によりますと、昨日までに人身事故は1529件、死者は31人と、いずれも去年の同じ時期と比べて増加しています。悲惨な事故を減らそうと、市の職員やボランティアなどは街を歩く人にチラシやうちわを配り、注意を呼びかけていました。